皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年1月29日月曜日に収録しております。この1月スタートのドラマですごく楽しみにしていた作品の一つが、スノーマン岩本照さん主演の恋する警護24時です。毎週土曜日午後11時からの放送で、先週末土曜日で3回目の放送が終わりました。1回目の放送を見させていただいた後、動画でもちょっと感想のところ、これからこういうことに期待していきたいと思いますみたいなことをちょっとお伝えさせていただいたんですけども、一応見させていただいて、予想してたのは、恋する警護とついてるので、こんなラブストーリーが入ってるというのは、恋するというタイトルでもわかりますし、また警護、今回その岩本照さんが演じられるのは警備保障の社員、ボディーガードなんですけど、もともと警察官、そしてまたお父さんが警察官やって、殉職されてる、その謎を追いかけるために警察官を辞めて、今は警備保障で働きながら、その謎も追いかけておられるということなので、間違いなくそのアクションが入ってくるし、岩本照さんのこのフィジカルの強さを生かすためには、もう絶対アクションを入れていきたいと思うんですけども、で、一応見させていただきまして、白石麻衣さんが演じられます弁護士の、岸村理香さんの演技を見させていただいて、かなりまたそこにコメディ的な要素が入ってくる作品なんやなっていうのを、一話を見させていただきましたので、だからあまりこう、シニカルにこのどうなんやろうだけじゃなくて、ちょっとそのコメディ要素も楽しみながら、ふんわりとした感じも楽しみながら見させていただいたらいいんやろうなという、この見る側のスタンスというか、立ち位置みたいなものは、大体1話で掴ませていただいて、で、一話を見させていただいた時の動画でも、最初見た時ちょっとこの二人の硬さみたいなところが不安な気持ちがあったんやけども、一話が結構長くて1時間スペシャルやったので、その最後のところあたりでは、すごくいい感じにこっからなっていくのではないかな。っていう風に感じましたって確かお話ししたと思うんですけども、2話3話まで見させていただいたら、その予想がかなり当たってきて、もちろんそのストーリー的には最初はもうすごくこのずっと付きまとわれて、もちろんこのスンとした顔で警備されることを嫌がっておられて、嫌な態度をとっておられたんやけども、もうこの辰之助さんの、本当に精神的にすごくしっかりしてて、真面目で、そしてご自身のそのやっぱりこの警察官を辞めて、今のそういう抱えておられることなんかを少しずつきっと理解していかれている上で、恋する警護、そこにどんな風にして愛が芽生えていくのかなっていうことが、この毎回こう加わっていくと思うんですけども、すごくあの1話から2話、2話から3話と進むにつれて、ドラマがどんどん私の中ではよくなってきて、すごくいい形で描かれてるので、すごくこうこっからも楽しみな、そんな気持ちで今日はお話しさせていただきたいなと思っております。で、逆にすごいやっぱり好きな役者さんが出ておられる、そしてまたこのテレビ局がすごく力を入れてる、また日曜劇場とか月9とか、そういうところはすごく期待値が高いから、ものすごい期待値を持ってこの見させていただいて、見始めて、それに期待に応えて最後まで走り切れる、そんなドラマと出会うところもあるし、あんまり最初に期待値が高いと1話2話ぐらいのところで、やっぱり私、脚本がすごく大事やなと思ってて、当然のことながら、このドラマにこの世界にできるだけ入って、その世界の中についていこうと思うんやけども、どうしてもこれちょっとやっぱりついていけへんなと思うと、途中でやっぱり1話2話3話あたりでもう離脱することも正直なところあります。で、なんとかついていって、7話、8話ぐらいまで行くと、もうここまで来たら、もう最後、なんとか一縷の望みをかけて、最後まで見たら、良かったというところに思いたいから、その辺まで来たら、最後までお付き合いすることが多いんですけども、ぐーっとこう期待が上がっていって、どんどん良くなっていくイメージというのはすごくいいなと思うので、この恋する警護24時の見方としては、そんな感じでね、3話を見させていただいて、あ、か
かなりなんかいい形になってきたなと思いますし、また今回その1月のドラマの中では、そのスノーマンのメンバーの主役としては、この大和ひかるさんが恋する敬語24時、そして渡辺翔太さん、ショッピー、昨日はオールドルーキーの9話に、出られた時のことをちょっとお話しさせていただいたんですけども、先生さようならに主演しておられるということで、またこの2作品、そのスノタンにとってはすごくありがたいのは、2月14日に発売されます2024年のスノーマンのニューシングル両 A 面ラブトリガーが恋する敬語24時、そして We'll Go Together が先生さようならの、主題歌になっているので、本当にこれはなんかね、見てて、スノタン的な喜びなんですけども、ドラマの後半に入ってきたところで、今のところどちらのドラマもこの We'll Go Together はまだ1話しかまだ見てないんですけど、We'll Go Together、 そしてラブトリガーを最後のところでまた流してくださるので、またこの恋する敬語24時のラブトリガーが流れるとこの瞬間がむちゃむちゃ素敵で、先週末の、第3話の終わりのところも停電して、二人がこうちょっと不安な気持ちの中、二人が見つめ合う。そこで、ラブトリガーがかかるので、あの瞬間っていうのは、私たちスノブタンは、このドラマを楽しむと同時に、どんな感じで今週、今回は、最後のところで、主題歌が流れるかっていう楽しみも、なんかワクワクしながら待てる喜びも、なんかスノブタンとしては、またもう一つ喜びがあるかなと、思います。で、1話、2話、3話まで見させていただきまして、かなり、これから進んでいくであろう、その、辰之助くんのお父様が、どういう形で、殉職された、そしてまたこの容疑をかけられた3人の中で、2人は捕まって罪を償ったんやけども、1人はそのまま逃げ続けてるということで、このあたりが、三畑淳平さんなんかと、おそらく絡んでくるのではないかなと思っております。そして、辰之助くんのお父様が、丸山智美さんが演じておられて、ほっこりカフェ的には皆さん覚えておられますでしょうか。天柄門では、勝海舟を演じておられます。坂本龍馬を演じられました三浦翔平さんが、訪ねてきた時に、お、また来たか、龍馬。土佐には居心地が悪いかっていう、あそこのところで演じておられます。勝海舟を演じておられるのが丸山智美さんですので、そのあたり、ちょっとこの、天柄門に思い入れがある方なんかは、ついておられる方も多いのではないかなと思うんですけども、そしてまた1話でさらっと映った時は、正直なところ私は気がつかなかって、皆さんのコメントやネットでいろいろとこう上がってたので、あ、そうなんやと思って見返させていただいたら、あ、やっぱりそうかなと気づいたのが、警備保障の社長演じておられます増田由紀さんと一緒に写ってるその額の写真が、伊達様が写っておられて、で、1話ではなんかちょっとぼやかした感じで写ってたんですけども、それが先週末の3話では改めてあそこにフォーカスされて、なんとその社長と一緒に写ってたその方が、どこかの国の王子っておっしゃって、どこかの国の王子ってどんな設定やと思うんですけども、それもなんか伊達様やと、それもなんかね、あ、そうかなと思える、なんか存在感があるのがすごいですし、ぜひ最後のあたりでちらっとこのまたカメオ的に特別出演していただけたら、むちゃむちゃ嬉しいんですけども、今多くの撮影も入っておられるので、そのあたりの調整ができるかどうかなんですが、どこかの王子としてまたこの来日されて、その王子をなんか警護する、警備するみたいな形で、なんかちらっと最後のところでなんかファンサービスで出ていただけたら、なんか嬉しいなと思っております。で、また1話を見させていただいた後にお話した動画の中でも、今回音楽が高見優さんって分かって、すごく楽しみです。今まで私が見てきたドラマの中で、本当にフェバリットも、もちろんベスト3に入るのがジンなんですけども、ジンの音楽を担当された、作られたのが高見優さんなんで、すごく楽しみですっていうお話を、させていただいたんですけども、3話で見させていただいて、途中ところどころに、やっぱりこのジン的なこの
すごいなんか心に入ってくる素敵なメロディーをなんかこう感じることができるので、そこも私このドラマを見させていただいてる、すごく楽しみにしているところね、なので、またぜひね、ドラマ、ジンが好きやった方は、ちょっとこれを頭の中に入れて途中で流れてくる、ちょっとエモーショナルなメロディーに、ちょっとジン的な素敵さをまた感じていただけたらなと思っております。ちょっと変わったドラマのまあ楽しみ方ではあるんですけども。そしてこちらにあるのが、今発売中の月刊テレビガイドなんですけど、今3冊ぐらい岩本照さんがこう表紙を務めて写っておられる、この番組、そのガイドがあって、まあ、その中でも、まあ、この月刊テレビガイドが見かけられたら一番いいかなと思って先日買ってきまして、でもちろんもう表紙が岩本照さんで、もういきなりまた素敵なこのお写真と、またこの今回の恋する警護24時、まあ、撮影が入ってる感じなんですけども、素敵なインタビューに答えておられますので、ここからちょっと印象に残ったところをお伝えさせていただきたいと思うんですけど、すごいなと思うのは、ここでまたスノーマンの回らしい、特集があって、その次はもう先生さよならのショッピーです。そしてその後は大奥での亀梨和也さんと宮舘涼太さんということで、まあなんかすごいですよね、これね。1月のドラマ、私たち的には。そしてまだまだリビングの松永さんの、中島健人さんと向井康二君がこう映っておられるということで、いや、今回なんか1月期すごいし、この、月刊テレビガイドはかなりお得ではないかなと、思います。そしてなんとね、もうちょっとホッチキスのところから切り離したんですけど、真ん中のところになんと、スタートエンターテイメントのなんかもうグループ全員がほぼ乗っておられるんじゃないかなと思うんですけど、バレンタインブックということで、これが真ん中についてるんですけども、平成ジャンプ、キスマイ、フットツー、セクシーゾーン、ABCZ、ウエスト、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、もちろん乗ってます。そしてまだまだ乗ってて、なにわ男子、トラビスジャパン、ハイハイジェッツ、美少年、リトル関西、A グループ、アンビシャスまで乗ってます。関ジャニだけ乗ってへんのは、まだ、あれかな、そのグループ名を変えてはらへんから、グループ名をまたこれから直されると思うので、それからなんか乗ってないのかもしれないんですけど、もうこれもね、なんかスタートエンターテインメントで、まあ、いろいろとこれから他のグループなんかも、今私はまあちょっとストーンズにすごく興味を持って、アルバム聴いたりしてるんですけども、他のグループのなんかこう子たちもなんか役者さんで活躍されたりしているので、そのあたりちょっと見るためにね、これをまたちょっと活用させていただきたいなと思っております。じゃあ、この山本ヒカルさんのすごくね、素敵なインタビューの中で、ちょっとすごくね、心に残ったところだけでもね、紹介させていただきたいなと思ってるんですけども、まずこのボディーガードの動きに関して、岩本照さんがやっぱり、まあ、こういうふうに真面目に捉えておられるんやなと思うのは、ボディーガードには無駄がなくて動じないというイメージがあります。愛想悪く見えるかもしれないけど、それは職務を全うしているからこそ、自分の一つのミスから事故につながってしまう仕事なので、神経とかアンテナの張り方というのは多分ものすごく鋭いんじゃないかと思っています。ほっと一息つける瞬間はあるのかなと思ってしまうぐらい張り詰め方だろうし、そういったボディーガードならではの鋭さは演じる上で意識したいですっていう、もうボディーガードを演じる上での、もう本当にまあプロ目線でおそらく見ておられると思うんですけど、3話まで見させていただいて、私やっぱり一番素晴らしいと思ったのは、基本的にやっぱりこの警護する対象が、まあ、仕事をしておられたりするんやけども、まあ、よく国会議員なんかの横で、偉い方の横でボディーガードされてる方もこうやって立って、こうすごくもう視線を周りに配っておられるのを見たことが、まあ、ある方もおられると思うんですけど、こう立っておられる立ち方自身がやっぱりすごく綺麗ですし、そしてまたこの全身に神経が張り詰められているような感じであそこに立っておられるので、この岩本照さん、その辰之助くんのボディーガード職務を全うする、時にこう神経を張り巡らして立っておられる姿がものすごく美しいし、そしてまたこのプロのボディーガードそのものに見えるので、
これこそが、なんか今回のドラマを、なんかしっかりと成立させる上で、一番大切ではないかなと思いますし、山本ひかるさんが本当にプロの、もともと警察官、そしてプロのこの警備保障、ボディーガードに見えるかどうかっていうことが、一番大事なことやと思うんですけども、そういった意味では、一番大切な山本ひかるさんが、プロのボディーガードに見えるか、っていうことで言うと、まあ、今こういうところにも、まあ、山本ひかるさんこう神経を張り巡らせておられるというのがわかると思うんですけど、私はしっかりね、それが見えるのが素晴らしいなと思いました。そしてまた、辰之助と自分の似てるところですか？最近自分のことがよくわかってなくて、自分の思ってる自分よりも周りが見てる自分の方がより詳しく知れてるんじゃないかなって俯瞰で見て思っているんですけど、共通点としては、甘いものが好きっていうところですね。ドラマの中でも、後輩からちょっと奪ったりしてね、甘いものを食べておられたりするんですけども、で、最後はご自身だけではなくて、まあ、以前の違うあのインタビューでも、自分よりもショッピーがドラマ主演が決まったことが嬉しかったっておっしゃる、なんかインタビューも紹介させていただいたんですけども、ショッピーをはじめ、なんかメンバーが他のドラマに出ておられることも、なんかこういうふうに言っておられます。コンクール、この1月からのクールでは、渡辺翔太も連ドラの主演をしますけど、話を聞いた時には素直におめでとうっていう感じでしたね。翔太とはエールを送り合ったりもしましたし、現場の雰囲気を聞いたりもして、いろんなコミュニケーションをとっています。同じく1月クールのドラマに出演しているフッカとも、コウジとも話したりしてるし、やっぱり周りに意識が行き過ぎているかもしれない。ネットニュースで自分の記事を見て、あ、そうだよね。俺もドラマやってるんだよね。と、ふと我に返るっていう状況です。状態です。もしかして自分が連ドラの主演をするという実感がまだないのかな？放送を見て初めて実感するのかもしれないですね。と、山本ひかるさんがおっしゃっています。なんかまあ山本ひかるさんらしいなと思って、ご自身が連ドラの主演をするっていうことは、まあすごいことやし、このインタビューの中では、やっぱり家族がすごく喜んでくれたことがすごく嬉しかったっていうところにも、まあ触れておられるんですけども、自分よりもなんかスノーマンの他のメンバーが、またこのショッピーはまあ主演ですし、また共演っていう形も出ておられる、そのなんかメンバーの方に意識がいっておられるのがすごくわかって、記事を見て、あ、自分もドラマ主演をやってるんやって気づかされるっていうところ、まあ、このあたりもなんかリーダー山本ひかるさんらしいなと思ってるんですけども、3話まで見させていただきまして、今日は細かいところにはまだ触れなかったんですけども、何よりやっぱりこのボディーガードとしてスッとこう立っておられるあのお姿が本当のプロのボディーガードに見えるっていうところが、やっぱり私は一番このドラマを成功させる上で当然のことながら一番大切やなと思いましたので、この来週以降も、まあ、すごく楽しみにしておりますし、またもう一つその端的な楽しみ、最後、まあ、後半残り5分ぐらいになってきたら、どんなカットでラブトリガーがかかるかということを、また皆さんと一緒に楽しみにワクワクしながら、この恋する敬語24時を、また今週末以降も楽しみに見させていただきたいなと思っております。また4話、5話あたりを見させていただいて、また恋する敬語24時についてもお話しさせていただきたいと思います。最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。生まれてきてよかった。君と出会えたから。